はいどうもみさんこんにちは、えー。今日もですね、EXILE 系のことについてお話ししていくんですけれども、今日はあの和レーナさんについて、えー、ちょっと語りたいなと思います。皆さん和潮麗奈さんってご存知ですかイーガールズと元フラワーのボーカルの方なんですけど、本当にね、あの方すごいんですよ。もう魅力たっぷりで、まあ、それをちょっと届けたいなと思いまして、今日動画を作ろうと思いました。まあ、ちょっとね、あの、 酔っ払ってるというかね、まあ、こういう、まあなんか眠気がちょっと来てしまって、まあちょっとね、いつもよりも調子悪いかなと思うんですけれども、ちょっとお付き合いください。まあ、わしおれいさんね、ほんと僕大好きで、本当にねあの、YouTube で毎回ワシオさんの動画を、まあ、拝見させていただくんですけど、本当にね、もう何,や何と言ってもね、あの、まず可愛いんですよ、本当にね。たぬき顔で、もう目がちょっと垂れ目で、あの、なんというかね、 可愛いんですよ、ね、本当に。僕のほ本当ドストライクみたいなね。ね。もう男性の方、ああいうね、顔してる人好きなんじゃないですかね。もう惚れちゃうっていうか。あう、なんて言うんだろう。最近結婚した石原さとみさんと、鷲尾麗奈さんにど、同時に告白されたら、僕はもう、鷲尾さんだと思いますね。僕は、本当に。それぐらいもう、鷲尾さんって、本当に可愛くて、僕の中では。 しかも、可愛いし、スタイルもいいんですよ。でも、本当にね、もう、ジロジロとね、気持ち悪いぐらい、もう、上から下まで、まあ、動画で拝見させていただいてるんですけど、<laughs> まあ、あの、和尚さんの魅力って、本当に語っても語り尽くせないな、みたいな感じでね、ちょっと思ってて、本当にね、やっぱり、こう、最初に言った通り、可愛いっていうのと、やっぱり、何と言ってもね、歌唱力が半端ないんですよね。本当に。もう、何を歌ってでも、バラードでも、 ああやってねアップテンポでバラードも歌える人ってなかなか多くなくてあのどっちかにこう寄ってしまったりとかバラード調でこうアップテンポな曲歌ってしまうとやっぱりちょっとミスマッチ感が否めないというかねまあそういう感じの人もいる中で鷲尾さんってやっぱり歌が上手いっていうあと声も綺麗なんですよね。 もう声も綺麗で本当に何というかねいろいろな声のなんか種類を持ってるというかこう細いハーっていう声も出せるしうわーっつってねなんかダミ声的なね太い声も出せるというねもう幅広く技術を持ったもうトップアーティストといっても過言じゃないなって僕は思っててもうボーカルオーディションの時からすごいなんかあこの子は 絶対合格するだろうなって思ってた一人ですねっていうかね自分の希望でしたそれが本当にねこの「週刊 EXILE」っていうあの番組があったんですけどそれでテレビで、まあ、予選からこうどんどん移して言、えー、ってたんですけど鷲尾さんだけねやっぱピカイチでしたねその鷲尾さんがこう最初歌ってた課題曲って絢香さんの「 手「えいごうってこ言葉あるのかな未来を思うと」鷲尾さんのその「手をつなごう」の課題曲ねものすごくうまくてあいやすごいなんか感動しちゃってあこの子に受かってほしいなって思ってたらあの最後まで残ってあすごい嬉しかったのを覚えてます。 なんていうかね鷲尾さんはやっぱりそれだけ、あのー、選ばれるというかね3万人の中からこう選ばれるだけのまあやっぱトップアーティストだなって思いました本当に鷲尾さん確か佐賀県の出身であの歌がもともと好きで福岡まで何時間3時間ぐらい片道かけてボーカルスクールに通ってただとかなんとかっていう話もあるぐらい本当に歌に熱心な 方でやっぱり今回の何て言うかね「フラワー」の解散というのはものすごくね悲しかったんですけれどもあの鷲尾さんあのボーカルとして、まあ、ソロで活躍したいということで「レイっていうあの名前でこう今回新曲を「コールミーシックだったかっていうそういう曲を出してたんですけどそれもすごいアップテンポな曲であすごいいい曲だなって思いましたね。ぜひ皆さんにに聞いて欲しいいててしなっていうのと同時に このシオさんの魅力をどんどん伝えていきたいなって皆さんもねあのぜひフラワーの曲ねバラード系が多いかなバラード系の曲でものすごくいい曲たくさんあるので聞いてみてください寒くなってきたこの季節にぴったりな曲が見つかると思いますあのフラワーの曲だったりとかシオさんについてお話ししていこうかなと思いますまあねあのエグザイル第一章のことについてね まあ語りながら、まあ、趣味程度な感覚で、無理ない程度で上げていくので、まあよかったらチャンネル登録と、まあ高評価の方よろしくお願いします。それじゃあまたよろしくお願いします。それじゃあ。